日建が創価学会を提訴した。禅寺墓問題、シアトル売春事件、シーサク戦トンネル、違反墓地建設、278本桜の木伐採事件、よくもまあと思うほど事件問題を引き起こしておきながら、今さら何を訴えることがあるのだろう。訴状には1、平成4年11月4日付草加新報の偽造写真の報道、2、名誉会長の平成4年11月14日 SGI 総会における発表と指導、3、平成4年11月18日付草加新報の偽造写真の報道、4、被告らの共同不法行為となっており、なんと10億円の損害賠償を請求してきている。身内を騙すようにはいかないということがまだ分かっていないようだ。さて、天馬日建が起こした裁判、これからの顛末やいかに。昭和61年11月22日、ところは東京赤坂の超高級料亭川崎。この時日建は20名の僧侶侍族と共に、ご覧の通り芸者を挙げて賑やかに楽しんだ。今回問題とされたのが、その中のこの2枚の写真。草加新報では例えばこの写真をこのように掲載した。そしてもう1枚の写真はこのように。当然のことながら、写真を提供してくれた椎名宝生氏からの他の人を出したくないという希望を入れて、このように掲載したのである。さて、これが世間に出てからは、秀門は写真の否定に大笑わ。そしてこの時日建は、草加新報に私が芸者に取り囲まれている写真が大きく掲載されていた。あれは合成写真だと皆も言っている。専門家の目から見ても合成らしいね。私自身も記憶に全くないんだもん。あったら覚えていますよね。草加学会の言ってることは全部インチキなんだよ。さすがは日建。さらに絵妙は、ここでは日建上人芸家はこのような柄の袴はお持ちになっていないとだけ言っておく。それで十分であろう。これは首をすげ替えた合成写真なのであると書き、まさか日建が芸者に取り囲まれて記念撮影をするはずがない、それにこんな柄の袴は持っていない、これは現実にはありえない写真だと強く主張し、日建をかばってきた。そしてついには、偽造ではないというなら撮影した日時と場所を明らかにして反論してみよと書いてきた。そこまで言うならと撮影した椎名宝生氏が登場。昭和61年の11月22日です。場所は東京の赤坂、相当な料亭です。名前を言えば政財界で知らない人はいない、川崎というところですと発言、疑惑に答えたのである。普通ならばここであれは事実でしたと素直に認め反省するところだが、日建はすぐさま草加新報、政教新聞などの芸者写真の真相と題する内部文書を出し、今回離脱僧椎名宝生が自分が撮影者だと名乗り出たことから事実関係がよく分かりました。当日その席に出席していた多数のご僧侶奥様たちから当日の写真や説明があり、芸家ご自身も当時の状況を思い出されたということです。写真が撮影された時、その場にいた人たちが全員写真を見ても思い出せなかったのが、椎名発言を見て皆さん一斉に記憶がよみがえったというのである。しかもその人たちの説明を聞いて、当の日建が最後にやっと思い出したというのだから、これはもう相当ボケている。さらに奇妙なことには、言われて気づいて探してみれば写真が見つかりましたと言って、こちらも知らない写真までが続々と出てきた。夏
何のことはない当日の記念として皆が持っていたのである。結局離脱僧侶を除いた全員が知っていながら、見ざる聞かざる言わざるとだんまりを決め込んでいたのだ。ことがバレれば猿でも反省する世の中で、この人たちは反省どころかごく普通の宴会のスナップ写真に過ぎないと開き直ってみせた。芸者を挙げる宴会がごく普通の宴会であろうか。この写真を普通の宴会と言ってしまう、そんな贅沢にならされた体質自体がもはや小欲止足を旨とする僧侶ではないのである。こんな日賢の行状を知っていながら隠し通そうとし、事実が発覚するまで言い繕うのが今の宗門であるということを、法華経並びに騙された僧侶の皆さんは知るべきである。行説っていうのは二枚字だ、ね。でも私もね、これはそういう原因はあると思って覚悟してますから、いくらでも言いたい人は言いたい、もう言いなさい、そんなことは平気です。行説は二枚字だ、それから盲語は嘘、それから季語はまあ、ほらというのかな。さて、それではここでこれまでの復習をしてみましょう。まずは首のすげ替えについてです。絵名にはこのように書いてありましたが、結局首のすげ替えはありませんでした。それにしてもこの写真の首のすげ替えを鑑定書まで持ち出して強調していましたが、いつもながらこの鑑定書はいい加減なものだったんですね。結局宗門がやっていることがいい加減そのものなのです。あんな柄の袴は持っていないについての復習です。誰があんな柄の袴は持っていないと言ったんでしょう。少なくとも持っているかどうか知っているのは日賢と雅子のみ。この二人が言わない限り、当然性格を聞く新聞ならば持っていないとは載せないはずです。でもこの記念写真に写っている通り、やっぱり持っていましたね。これがつまり嘘がバレるということなのです。記憶に全くないんだもん、あったら覚えていますよねについてです。結局あったわけだから、日賢はボケているか嘘をついていたわけです。この頃絵名では旅館の証言を載せて、芸家は芸者の宴席にはほとんど行かないと言っていました。であるならば、日賢にとってこのような宴席は普段体験しない状況としてよく覚えているのが当たり前。記憶になかったということは、このような宴席が多いため覚えていなかったと考えるのが普通でしょう。袴の時と同じように、またしても絵名がいい加減なことを書いたのでしょうか。どちらにしても結局は実在する写真であった以上、日賢の嘘の渦の中に全てが巻き込まれていっているのが現状のようです。名誉会長の発表と指導について復習しましょう。訴状では写真掲載について、やめろというのは秋谷会長だとなっていますが、実際の発言はやめろって言ったら秋谷がやるって言うんだからとなっています。またやってしまった改ざん、一度では懲りず二度までも同じ失敗を犯すとは情けない宗門です。また訴状には別の発言も載せていますが、実はこの後に、私は出すな出すなって言ったんですよ、まだいっぱいあるって言うんですよ、でやめろって言ったんだと続いているのです。都合の悪いスピーチの後ろをカットしてしまったのでしょうか。いずれにしてもこれで名誉会長への言われなき捏造は底が割れてしまったのです。遊興ということでは今回川崎でのことが注目されたが、これも日賢にしてみれば氷山の一角。次に伊豆長岡の超高級旅館山陽荘では、
ただただ呆れ返るばかりの日賢の行状。しかしこれもごく普通の宴会というのだろうか。平成2年8月、大石寺では全国教師講習会が開かれていた。その席上、末寺僧侶、侍俗の後期自粛に関する基準が発表された。新年会、忘年会、歓送迎会、旅行会、各種祝賀会、各種会合の会食などを行う場合は派手にならないように努めて。自粛すること。消欲知足を旨として行住座賀に身を慎むこと。みだりに遊興にふけり、僧侶として信徒や一般から非難貧粛を買うような言動は厳に慎むことと書かれており、消欲知足どころか俗にも劣る僧侶の行状に対して執行部からの注意勧告であった。その日の夜、当の日賢は伊豆長岡の三要僧で一族挙げての宴会を催したのである。ここが、安倍家の、墓地であります。まあ、普通はこのお題目だけの、神筆をするものなんですが、まあ、ここの墓地は、まあ、見ての通り安倍家の門である。それからその横にある墓地の、文字であるとか、またこの裏手にある建立者の名前にしても、その親戚の名前ではなく、日賢自らの字で全て、書かれております。普通は、まあ、お題目だけ刻んで、あとは、まあ、石屋さんの字で、それぞれ建立士の名前とか書くもんなんですが、まあ、今回ここの墓地に関してはもう全て自分が、書いて刻んだ、まあ、まさに日賢自らが建てた、お墓の形を、示しております。宗門は安倍家が建てた墓だと主張しているが、どこを見ても日賢が自分で建てたことが明らかな墓石と墓誌。さらにここが蛇州の寺の墓ではなく共同墓地だという宗門。共同墓地っていうのは昔はそれ共同墓地であったけども、戦後法律が変わって、そして全部ここにある墓地は全部白山寺の墓地と、そういうふうになってます。共同墓地ではないと明確に言い切る白山寺の住職。これでもまだ否定するのであろうか。まあ、この場所に立って、周りを 見渡してみますれば、どう考えても禅宗のお墓に囲まれた中にポツンと2つだけのお墓が取り残されたような形で、安倍家のお墓は存在しております。やはり墓地をきちっと日蓮宗宗の寺院に建て、安心して祖先を正しく埋葬する場所を作り申し上げ、さらにまた自分自身もその精神にのっとって新人修行に励んで、事業を桁の功徳を先祖に栄光し、その功徳をもってご先祖を追善申し上げるということが最も理想的なあり方でございます。私たち僧侶の立場とすれば、信徒の方からその蛇州のお墓の中へ建て直すということを相談を受けたときに、指導していかなければいけない、そういう立場にありながら、ましてや自らの手で新たに禅宗の墓地の中へ墓石を建て直すなどということは、僧侶である以上にとにかく一宗の官庁が絶対にすべきことではないと私は思います。共同墓地とは全くの嘘なのである。ただずっと夜のこの地球の中にいて絶対にしていません。出た気温が出ればね、夜の
の考えのあれが分からないんですよ。ちょっと情があるわけですよね。宿の夜はこんなのとか、こんな感じで食べ物があるとか、こんな暮らしがあるとかね、レオンがどんな絵だとか、どんな分からない。全然覚えもなければならない。この日賢の発言に対し絶望し宗門を離脱した僧侶が細井卓道氏である。芸家は帰国後シアトルで夜外出し酒を飲み道に迷ったところを現地の婦人部の人に助けられたと他言されていたではありませんか。それにもかかわらず芸家はホテルから一歩も出なかったと強弁され、工藤夫人を気違い呼ばわりされました。芸家のこのような対応にかえって私の胸の内に疑念が広がるのを禁じえません。実に残念でなりません。宗門の機関誌では日賢の言葉を信じてか、あるいは芸者写真のように知っていながら今更どうしようもなくてか、外出はしていないと強く主張しているが、もう思い込むのは自分たちだけにしてほしい。どうせ最後は、あ、思い出した、えへ、となるのは目に見えているのだから。あの小学生が中学生高校生大学生の気に触ってものを思い出がってですね、この働きが高になっていくことによって、あのいろいろと、まあ、問題も起こりね、それによって結局苦しむ。まあ例えば若い青年期の男女が何か夜中に体がほてって、それでもう眠れないなんてよく言ってるでしょ。そういうことによっていろいろと犯罪を犯したりだね、そんな悪いことも行えるようなことも出てきます。ホッケ校の皆さん、シアトル裁判は確実に進んでいます。50年の木を作るためには50年かかるんですよ、ね、大変な時間がかかる。ですから昼の悪化、日本が3分ってきてるんですよ。だからね、木というものは簡単に切ってはいけない、断じて切るべきじゃないと。ですから木を切ったということは私が忘れないと。しかも大石寺の境内で切ったって言うんですよ。たとえどんなになるとあの木をよそに移すとか、ね、大事に移すとか、何かしてあそこに建物を建てるとか何かするんだろうけど、理由が分からない、誰に聞いても分からない、わけ分からないのを切ったって言う。山桜で水の上から切ったという人もあれば、なんかあそこでね、邪魔になったら切ったという人も、なんか分かる。とにかくね、宗教というものは、ね、命を、生物の命を大事にすることが基本なんです。それが幸せにすること、それが宗教の教えなんですよ。その本山が切ったということは、私は情けないと。どんな理由があったか、いつか私は、いつか別の日に訪ねて、大本山の、その人はなんて感情が悪いかしら、偉い人に会ってその訳を聞いて、そういうことを二度としないようにと頼んでこようと思いますけれど、ああいうのも切ってはいけません。それにしてもどうしてこんなことができるのか。日達上人は桜を植樹される際、春来たりて全山万田の花が満開となる有様は高専ルフの姿と言われ、桜の花が咲き乱れる様をいつも楽しみにされていた。昔を振り返れば、日光上人は実相寺大衆修行の中で寺中の桜を切り取ることと記され、堕落僧が桜の木を切り倒していたことを罪状の一つに挙げている。桜の木を大切にされた日光上人と日達上人、桜を切り倒す日賢、ホッケ校の皆さん、それでも日賢が正しいと言い切れますか。そうよく知足を忘れ、信心を忘れてしまった僧侶たち。末法は向かいだから、夫人と一緒にいたから、招待をされたから、さまざま理由をつけるのは自由である。しかし日蓮大聖人がホッスである日賢のこの姿を見て本当に喜ばれるでしょう。私たちはそれを言いたいのです。
小本堂解体、この無残な姿、一人の僧侶の怨念によって引き起こされたこととはいえ、人間とはこれほど凄まじい破壊行為ができるものなのでしょうか。昭和47年10月、世界平和と人類の幸福を祈願する民衆立の会談小本堂が晴れやかに落慶しました。慶祝式典に参列する日本の世界の人々、平和の大殿堂の完成を祝う喜びが満面にあふれています。陽光さんさんと書店もことほぐ青空の下、本門会談の第五本尊を小本堂へお移し申し上げる御遷座式が厳かに執り行われました。満山の大衆の招待が満ちる中、お練りの行列が粛々と進みます。この小本堂は800万信徒の真心からのご供養による、当時の金額にして350億円の浄財をもって建立されました。日蓮召集信徒の誰もがこの世紀の大殿堂の建立のために進んでご供養に励んでいったのです。小本堂の意義について日達聖人芸家は、小本堂は寺の一年三千本門階段の第五本尊を安置し立て祀る人々の懺悔滅罪のところ、すなわちこれ本門寺の階段にして真の霊山寺の寂光堂なり。ところが平成10年4月5日、辺りに夕闇が迫る頃、薄暗い中を人々の目を避けるようにして小本堂から第五本尊がこっそりと運び出されて法安殿に移されるという出来事が起こりました。この遷座は州内には極秘で行われ、本山の塔頭坊の住職にすら知らされていませんでした。そして間もなく、なんと小本堂を破壊する解体工事が始まったのです。これは日賢が断を下して48億円もの費用をかけて解体を命じたものです。鶴が舞うごとき優雅な美しさを誇った妙壇大屋根も取り壊され、小本堂が無残にも崩れ果てていきます。ついには全くの廃墟と化した小本堂、後には山のような廃材が積み残されているばかりです。思えば世界の名材を集めて建設された比類なき宗教建築物小本堂は、また建築学上においてもいくつもの優れた特徴を持っていました。円遊閣大円柱の倒立円錐シェル、妙壇内部の大空間を生み出す半合成吊り屋根構造など、建築技術の粋を結集して建設されたのです。この建築文化の傑作とも言うべき小本堂を破壊の手から守ろうと、専門家や文化人による抗議集会、要望書の提出、市民や地域住民による署名運動なども起こりましたが、日賢は一切を無視して解体を強行したのです。
ではそこまでして小本堂を壊さなければならなかった理由とは一体何なのでしょうか。それは日賢の個人的感情から生まれた妄執以外にないというほかありません。注文市場に確かな実績を残したホスとして名をとどめたいと考えた日賢は、そのためにあまりにも偉大な仕事を残した戦士日達商人に嫉妬し、その自責を否定してそれを破壊することから始めたのです。日達商人が植えられ前山に爛漫と咲き香った桜の木を無慈悲にも切り倒し、大慶城、僧坊、睦坊を次々と壊し、さらに大百殿をも日賢は破壊しました。そしてその上に新しい建物を建て、自分は歴代ホッスに超える事業をやったのだと誇れるようにしたのではないでしょうか。その思いが嫉妬心が一層高じて、ついに小本堂にまで手をつけることになったのです。日達商人はこの小本堂を永久に信徒皆様の大願成就と世界平和を祈願する大殿堂とすると言われました。それが建立よりわずか26年にしてついえてしまったのです。日賢のこの戦士位牌と800万信徒の真心を踏みにじる行為は、まさしく宗祖日蓮大聖人の教えに背くことになるのです。そして日賢の宗祖大聖人に反逆する仏法破壊の行為はこれだけにとどまることはなかったのです。ここに一枚のメモがあります。このメモには驚くなかれ、日賢が宗旨の根幹である本門会談の第五本尊を偽物と断言していたという衝撃の事実が記されています。まさか芸家がそんなことと思われるかもしれません。しかし州内切手の情報通と言われる川辺智徳の直筆の面談メモには明確にそう書かれているのです。このメモによると、日賢は当座する前年の昭和53年2月7日川辺と東京有楽町の帝国ホテルで面談し、その際、会談のご本尊のは偽物である、種々方法の筆跡鑑定の結果分かった、自覚判定、多分は報道院から奉納した日前授与の本尊の題目と顔を模写し、その他は自死か雨死の頃の筆だ、日前授与の本尊に模写の形跡が残っていると発言したのです。日賢は当時宗門の教学部長という要職にありながら、あろうことか宗旨の根幹である会談の第五本尊を筆跡鑑定し、その結果第五本尊に対する信心のかけらもなく偽物であるとの結論に達していたのです。この日帝国ホテルで第五本尊について語り合ったことは、当の日賢川辺の両方がこれまでの宗内通達の中ではっきりと認めています。そればかりか、この川辺メモの後の部分には次のような驚くべき発言も記されています。 G は話にならない、すべて今後の宗門のことでは G では不可能だと。この G とは日達芸家のことです。当時のご発出日達商人芸家のことを日賢は強い調子で誹謗しているのです。宗門ではこれまでケチ脈不法の発出と階段の第五本尊の二つが根本であると何度も強調してきました。ところが日賢はホッスである日達商人を否定し、さらに第五本尊まで偽物と否定していたのです。宗門では今血眼になって法安堂の供養を信徒の皆さんに呼びかけています。しかし当の日賢その人が
法安堂に安置されるべき第五本尊を否定しているとあっては一体何のための供養なのでしょうか。今一度とくと考え直してみる必要があるのではないでしょうか。平成11年8月にこの問題を契機に宗門から離脱した僧侶が語ります。今回の一連の宗務院からの通知、また川辺さんの釈明、詫び状にしてもそのことが捏造されたものだというようなことはないわけです。メモは自分のものだということははっきりと明言しておりますし、そのことで川辺氏が何らこう処罰されずにまして新宿の大願寺へ栄転ということは、これは本当に納得のできない異常な宗門の処置の仕方であると私は思います。私たちの信仰というのは恵方不恵人とも言われますように、法によって人によらないということ、これはご承認芸家という方であっても人でありますから、決してその人によって私たちは信心しているわけではない。大聖人様が師であり、また主であり親であるわけですから、ご承認芸家という人に心腹随従して信心があるわけではないということなんですね。このようなホッスについていって果たして成仏が叶うのでしょうか。どんなに熱い信仰心を持ってしても日賢に従っていく限り成仏は思いもよらないと言わざるを得ません。宗祖日蓮大聖人は弟子旦那に究極の信心の在り方についてこのように仰せになっています。法華経の仇を見ながら置いて責めずんば、師団ともに無限地獄は疑いなかるべし。また第二祖五戒山日光聖人は、時の観図たりといえども仏法に相違して古義を構えばこれを持ちうべからざることと戒められています。この周回領祖のご金言のごとくに日賢の方々を責めて宗門改革に立ち上がったのが、私たち日蓮召集改革同盟の僧侶です。もはやこれ以上大聖人のご精神を踏みにじる芸家並びに宗門執行部に随順することはできないとの思いから、宗門改革に立ち上がる決意を固めたわけであります。改革同盟の青年僧侶が語ります。日賢宗の坊さんたちってのは、特にこう自分たちのことはなんか武士みたいな感じですね。で、信徒は農民ぐらいのこの差別を持ってやっぱ見ております。で、そういう中で信徒は、もう農民と同じだから年貢を持ってくるのが当然なんだと。いわゆるご供養してくれるのが当然なんだというようなやっぱ意識になってるわけですね。で、やっぱ我々が望むのは自分たちが上であるとか、本当にこの信徒が下であるとか、そういったことを全然関係なく、信徒の方の苦しみを我が苦しみとしながら、またそれを共々にまた乗り越えて、幸福の城を共々にまた築きながら、本当に一緒になってですね、やっていきたいと思っております。僧侶も信徒も日蓮大聖人と第五本尊のもとに互いに信心に励む同志として平等に接し、共に手を携えて高専ルフに邁進していくのです。一日も早く大本尊を否定し、また選手を批判した日賢を庁内から退座をさせるべきである、追放すべきであるということを申し上げたいと思います。私と子供といたしましては、本当に皆様方が一日も早くこの日蓮大聖人のその真実の心のもとに相続和合のやはり、進行していける、その日を心から祈っておるわけであります。一日も早く本当にお目覚めいただきたいと、そういう気持ちでいっぱいでございます。今こそ勇気を持って成仏が叶う
真の信心に立ち上がることを心から願ってやみません。